わがままってポジティブに言い換えると何になりますか？欲求に忠実。じゃあ、りょうさんは正義の歪んだりょうさん型メンヘラ DV 彼氏って何ですか？そうやなぁ。はい、今何時？11時1分。1分遅れてるけど。門限11時やったよね。どん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 、ボコ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 。でもお前が悪いんだよ。1分も遅刻するお前が悪いんだ。ふんふん。2回ナンパされて誰って言ったら消えました。メンタル弱。誰で消えるナンパシーン、メンタル弱すぎやろ。初対面でさ、だって、誰が出んのなんて当たり前のことやん、ね、それで誰とか言われたもん帰りまちょってなんだよ来んなよそんなやつ最初から何しに来たんですかあなた。皆さんが思う女の子の思わせぶりは何ですか？思わせぶり、思わせぶり、あのロッカーでおはようって言ってくることはもう思わせぶりですね。もう惚れちゃうわ。そんなロッカー前でおはようなんて言われたらもうそら男はみんな惚れちゃうからね。挨拶してくれた。もしかして俺にだけ？もうチョキンチョキンって。もうチョキメロディー、チョキメロディー。魔法が一つ使えれたら何にしますか？魔法やろ？透明人間かな？別に用途は言わないですけど。何に使うかは言わないですけど、まあ、透明人間とかちょっと楽しそうやね。でも楽しそうって話やから。うん、色赤の世界って何の個性欲しいですか？めっちゃ強いのがいいな。強いのでイキリ散らかしたよ。驚きくんのやつ欲しいな。反霊反熱みたいなやつ。それ2個使えるわけやん。お前1個しか使われへんのってちょっと氷と炎出しながら煽りたいな。お前1個しか使われへんの？俺は2個あるけどね。2個持ってイケメンで親有名って強いですね。そう、イケメンってだけで1個の個性やのにさ。個性イケメンでもおかしくないのにさ。いやいや、ずるいな。